将軍徳川海斗は大流行しているカップヌードルの禁止を発令。その将軍の誤解を解くため、松前藩から三船王が、久留米藩からねねろごが江戸城に向かったのであった。久保様こちらがカップヌードル味噌だよ、うん、お口に合わぬ時は張り切ってお詫びします。ハローペアロうまっ。にんにん味噌味食べてみそ味噌消化ピリピリアクセントにこち。にんにん味噌味食べてうまうま秘密ピリピリエクセレントおじい。極楽浄土登るようなこのピピピにも分からなくちゃ。おっぺくべのおっぺくべのペーペーだよ。はい、それ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 。いただこう。うまっ。